こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーション、カルチョビットアを始めていきたいと思います。今回が1月を3週ですね。練習試合を再び行っていきましょう。なお、ウーロン、チンタオ。いい外国人選手がたくさん出てますね。また外国人選手で固めるっていうシリーズもやってみたら面白いなと思います。練習試合です。飯田ビスタ戦。スタメンは、くるみちゃんだけ残しましょう。みゆきってそれなりに力ある選手なんだよな。りょう。みゆきを代わりにあげよう。ひらりをさよの代わりに。クラリスかな。さつきの代わりに。で、さつきとまどかをあえて入れ替えて、これで、まず試合始めましょう。今回も練習試合2試合行おうと思います。さあ、キックオフ。蹴った。まあ、練習試合ですからね。おー、今のはちょっと不用意すぎたぞ。捉えてしまった。捉えちゃいけません。うん。冷静な判断をやってほしい。こちらボールのスローインですね。ちょっとこれは浮いてしまったね。相手ボールをスローイン。課題をどんどんいただきます。どうしたんだろう。さあ、気をつけろよ、萌え。ピンチは続く。ファウルが怖い。ちょっと、ボールが強かった。捉えてしまった。気をつけろかな。相手ボールをスローインですね。浮いたのは逆に誤算だったかも。ただ、相手の攻撃陣はこちらの、ディフェンスラインに入ってこれません。さあ、またピンチだ。お、ここは逃れた。しかし、攻められないですね。攻めることができないですね。お、チャンス！エリカ、決めろ！オッケー。しっかりなパスを出しました。これが、クラワンカリバーズの強さです。パスをして出し抜いて1対1になってゴールですね。出てしまうな。追っかけたんですが届きません。11年目。不用意だ。危ない危ない。試合終了です。勝ちましたね。まあ当然 F2 なんで勝って当たり前なんですがね、昨年のやっぱり F1 優勝チームですからね。N1 か。N2 一つクラスを下のチームには本来、負けられないはずなんですが、まだしっくりこないような、局ワンチャンスを生かしたような試合で、守備は良かったんですけど攻撃面ではあまり見るものはなかったですね。お、なんで男性選手取ってんだ。お、誰でしょう。楠木さん。お、いいですね。ドリブルの課題を10個ゲット。で、この髪型独自のものだな。サウリン？女子選手ももう駒が尽きたような感じですね。さあ2試合目いきましょう。どうしようかな。トップロードナイター。これは強いな。スタメンですが、まなみに代わって節子、夏希に代わって梅、ゆうなですね。サイドひらりが7個に変わります。みお、それが幸子か、幸子だそう。まどかに代わって幸子、さつきとこれを入れ替えます。この辺の入れ替えですね。さあ、試合です。トップロード成田戦です。N2 ですね、こちらも。お、危ない。チャンスユーナ、おっと、うまい。これですよね、我がチームの良さは。キーパー崩れます。シュートで。ここでユーナ、二の矢を出せるってとこがやっぱりいいですよね。7分30秒で先取点です。ゆうな。さあ、サイド戻して、幸子が2点目です。この試合はいいですね。うん。このパスの正確さというのを求められますね。ノーホイッスル。裏をうまく変えてきて、ゆうな !3 点目。20分で、早くも3点です。うまいですね、この辺は。戻ります。早いな、相手も。お、これは抜けましたね。うまく出していきました。おぞねも高い課題をいただいております。お、ノーホイッスルか。4点目が欲しい。おっと、これは流れた。お？あー、残念。彩香がこんな前に来ている。試合終了ですね。20分までは快進撃だったんですが、そこからは点が動きませんでした。いきなりピンチだったんですよね。これですよ。もうリバウンドを拾える強さ。1点が重いサッカーでは大事です。これですね。ふわっと上げて、センタリングが。で、しっかり答えるサキコも見事飛び込んできて。これですね、この速攻、縦パス、スルーパスですね。理想的な点の取り方じゃないですか。はい、もうこちらはシュート圧倒してましたね。内容的には、まあ、ほぼ。はい。ということで、広告を見て課題をいただきました。桃井。外国人選手がたくさん流れてます。お、これ女子選手じゃないですか。この私の名前はカルメンですをいきたいと思います。本当かな？さあ、カルメン入ってくれるんでしょうか。はい、ということで、今回は練習試合2試合をお届けいたしました。次回も引き続き練習試合を行っていきたいと思います。開幕まであと3週。果たしてどのような結果になるというか、まあ、やはり強いチームを作り上げていきたいと思います。11年度もよろしくお願いいたします。もしこの動画を気に入りましたらチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しています。よろしければ見てください。この動画の最後20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。